はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、やすでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、近頃と言いますかね、まあ、ずっとなんですけども、肉と卵はすごい食べると痛いんですよ。というのも、まあ、その前回に続いてなんですけども、口の中、口の喉の粘膜障害が原因なんですけどね、まあ、どんなに柔らかく肉と卵を調理してもやっぱり傷口に触れるとね、すごい痛いんですよね。まあ、肉も卵も、まあ、口の中に入れるとですね、まあ、よく噛んで噛むんですけども、まあ、その噛んでる時にこのほっぺたの内側の傷口に当たると痛いし、まあ、飲み込む時にね、どんだけ細かく柔らかくしても、まあ、喉の奥を通る時に喉の傷口に当たって痛いということが発生します。発生するやな、痛いですね。まあ、でも特にね、肉ですよ。どんなに柔らかくしても、まあ、調理方法でね、どんなに柔らかくしても、まあ、脂身はいけるんですけどもね、脂の塊なんでね、肉の繊維といいますか、筋繊維ですよね。大体お肉ってね、動物の肉なんてね、筋肉の部分を食べるわけですから、でその筋繊維って煮ても焼いても噛んで細かくしても、まあ、筋繊維は筋繊維のままなんですよ。やっぱりどんだけ細かくしても、その逆に硬さは変わらずに、細かくなりすぎると断面が鋭利になってしまってね、余計に僕の傷口を攻めてくるんですよね。ものすごい痛い。まあね、我慢して飲み込んだりはするんですけども、痛いもんは痛いんですよ。まあ、一方、卵は焼くよりもね、茹でるとかよりも、まあ、味噌汁とかスープの中に溶き卵にしてね、沸騰してる、まあ、味噌汁スープの中にこうチャーって垂らしながら、この柔らかい卵にして食べると、ふわふわしたやつにするとね、食べれるんでね、もっぱら卵はそのようにして食べております。まあ、痛い話ばっかりしてね、あれなんですけども、実はね、痛くない食材とその調理法っていうのがあるんですよね。それがね、野菜なんですよ。野菜ってお鍋でクタクタになるまで煮込むと、炊くとかをするとね、めっちゃ柔らかくなるんですよね。料理する方やったらご存知だと思うんですけども、それが一番食べれます。まあ、ちょっと話を戻して、まだ肉と卵の話のちょっとマニアックな話をするんですけども、肉と卵ってタンパク質ですよね。タンパク質って熱処理をするとね、硬化といいますか、硬くなるんです。これは髪の毛もね、一緒なんですけども、まあ、美容師だから髪の毛の話もするたまにはするんですけども、まあ、髪の毛も一緒なんですけどね、これはタンパク質の構造の問題でね、タンパク質は熱処理、まあ、激しい熱の変化ですね、加熱、吸熱、熱を奪うようなことをしない限りね、一定の水分量をね、保っている性質がね、あるんですよ。でその水分を保っているタンパク質っていうのは、まあ、それぞれのタンパク質同士をつないでいるその結合部分っていうのがありましてね、まあ、これがタンパク質だったら、この指が結合部分でこうやってつながってたりするんですよね。もう目には全然見えないんですけども、それぞれのこの結合部分、この結合部分っていうそのものも水分を吸い付けて水分を保持する性質を持ってます。でそれがあるから、お肉っていうのはそのもの、タンパク質っていうのはその状態を、その形ですよね、それを保持することができるんです。しかし調理方法でね、まあ、調理の工程ですよね、その中で加熱吸熱処理をすると、温度変化や、まあ、圧力の関係でね、水分が流出したりと、まあ、吸熱すれば冷え固まり、物質そのものの構造の変化がありまして、硬くなることがあります。一方、野菜は、まあ、柔らかくなるんですけども、実は硬くなることもあるんですよね。野菜も熱処理が中途半端やったら、野菜はね、細胞同士をくっつけているペクチンっていう酵素がありましてですね、そのペクチンはね、大体その温度が50度から60度付近で活発に活動して、
逆にね、野菜の細胞同士をくっつけてる、その細胞を保持しようとしてね、こうずっとギューって硬くなるんです。でも80度から90度以上になってくると、このペクチンっていうのが分解されて壊れていって、クタクタの野菜になっていくんです。だから野菜に関して言えば、焼くよりも、お鍋の中でグツ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 煮てクタクタになった方が食べやすいんです。まあ、ちょっと難しい話しましたけども、まあ、今の僕には、まあ、肉は食べにくいけど野菜はなんとか食べやすいっていう話でした。ねえ、まあ、皆さんも料理するときは今のような話をちょっと参考にして料理してみてください。肉もね、柔らかくする方法は、あるんでね、それをまた後日、まあ、どっかの動画でお話しさせてもらいたいと思います。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。